治安がいい笠井智美と平島なつみちゃんです。はい、橋がなチャンネルの平島なつみです。あちゃんが来てくれます。来てくれたっていうか、もう昨日ぐらいに一緒に行こうみたいな。でもその前から連絡くれてて、そうそうそう、行けるかなって言ったら、行けることになったので、今日はなんと AKB 衣装店、大衣装店、 AKB 大衣装店っていうね、まあ私一応元 AKB48 っていうグループにいたんですけど、あなちゃんも一応 AKB48 にいたんですけど、あのその時の衣装がいっぱい飾られてる。多分私たちが卒業した後の衣装も多分いっぱいあると思うんですけど、ね、こここれもなんか倉庫をイメージしてるんだって。あ、そういうことなんだ。本当にガチで AKB の衣装、前情報何にも入れてないの。あ、何にも入れないんですけど、あのファーストリアクションで楽しもうかなということで、今日はカメラもね、回させてもらえるということで、今は一応あのオープン前で貸し切りの状態で撮らせてもらってます。もしかしたら後からちょっとお客さん来るかもなんですけど、早速行きましょうか。レッツゴー。レッチゴーでしょ。レッチゴー。はやのしのぶっていうおさらカンパニー代表なんですけど、もう初期からね、ずっとやってもらってる衣装さん、時代時代のファンだとか、今を切り取ったエッセンスを入れることを常に心がけて、かっこいいなね、戦略を持って、うぅ、そういうのを理解してきてたんですか。いやでもめちゃくちゃ愛情感じるんで、めっちゃ感じてました。その子に合うとかね、あと今を切り取ってがね、かっこいいな。なんかキモさみたいになってるな。もう流行りをさ取り入れてさ、あの頃に流行ってた曲だって分かるもんね、衣装見てね。そうそうそう。え、ここで止まってたらさ、早いんじゃない。これはリバーかな。リバーだ。高見奈々で鉄板の AKB48 の曲。やっぱりさ、これ初めて、うん、ランキング1位。あ、そうだ、オリコン1位ね。オリコン1位初めて取って、ずっと覚えてて、楽屋に音楽、CD、何、レコード会社の人がバッて入ってきて、みんな1位だよってなって、みんなでわーって拍手したの、ずっと覚えてるから、すごい思い出のある曲です。やっぱりさ、当時はさ、シャツがやっぱ多いよね、この そう、制服を多分ちょっと崩したデザインみたいなのが、ねね、あって、これでももう結構流行ってきた時のあれだね、全部ね。オリコン1位になってからじゃん、これ。なるほど、なるほど。これはもう、これみんな知ってるやつですね。巷にも売ってるんじゃないかぐらい、もうみんな知ってるやつ。確かに。これがやっぱ当時さ、流行ってたもんね、この服が。あ、そう、なんだっけ、ナポレオンジャケット。そうだ、これが流行ってたからさ、やっぱさ、流行りを取り入れてたもんね。やっぱゆうこのやつ、うん、センターでね、ゆうこちゃん。サウンドグッドだ。あ、しらるさんだ。しらる、痩せたね。え、めっちゃ痩せた。あ、代表、かやのしのぶさんです。遅刻しました。それから、遅刻したの。遅刻しました。大丈夫、大丈夫。おっしゃ、痩せた。めっちゃ痩せた。大丈夫、体調平気。いや、心配なくらい痩せた。そうなの、痩せてるんですよ、ダイエットして。えらい、すごい。でも、標準体型のあと15キロ痩せなきゃいけない。大丈夫、大丈夫、だって見たことないもん、そのしのぶ。全然、心配になっちゃう、逆に。むしろみたいな。ファンの人も何か病気なんじゃないか。会いたかったよ。18年前の出会った時ぐらい。あ、そうね、そうかも、それぐらいぐらい。そうだよ、なっちゃんはあんた先3期生だから。あ、2だよ。あ、そうだ。やばい、2だよ。そうだった。2や。そう、この人はもう本当にうちにすごい居場所。ずっと忍の家にずっと居候してた時、キャリーバッグでよく行ってたんですよ。もう家に帰らないとか言う。そう、なんかちょうど AKB のその入団加入した時と出身期と反抗期が全部ぶつかった時期だから、もうよくママと喧嘩するってね。ママと喧嘩するし、可愛いし、朝寝坊しちゃうから、しのぶに起こしてもらう。そう、すごい。甘えすぎじゃない？しかも寝坊すると私って多分そこ悪いイメージ、顔がさ、そういう感じだから、なんか遊んでると思われちゃうんだよね。いやもうね、ひどいんだよ。だから、しのぶん家にいたら証拠があるじゃん。遊んでない。けど寝坊しちゃうんだもんね。だから私に電話かかってきたりしたとしても、なんか。最悪。止まってない時もいます。それがさ、今は母ですよ。来てまして、ちょっと AKB みたいな衣装着てきましたって。プリプリちゃんだね。めちゃくちゃ可愛いね。来ちゃったの。あれ、大変だ、来ちゃったの。怖い怖い、カビコンです。来ちゃったの。怖い怖い、なんでかにゃ、また出んとかで、あれだね、笑っちゃうの、ちょっと嫌だ。え、あれ、笑ってる、笑ってる。これは私の衣装。見よう見よう。え、細い。本当だ、スカート短い。スカート短いね。そう、みんな言う、細い、スカート短い。今回、このかわいい。ボディは、
もう普通の7号とか9号だと入んないから、はい、まあ、今回作ったの。あ、マネキンを？そう、5号サイズ。え、みんな細いんだね、じゃあ。そりゃそう、すごいね。でも5号サイズでも入らないあの、入んないやつもある。そうなんだ。後ろちょっと、もういいってなってる。あ、頭の芯とか無理じゃない？そう、だから意外と隠してるところがファスナー開いてたりとか。そうなんだ。いや、友のこれもう写しとかないともう二度と見れないかもしれないよ。そうです、これね、後でインスタント撮ってくる。あ、これ大好きだった、この衣装。かわいい。スライムゲットの M ステバージョン、うん、そうそうそう。で、それぞれのやつでめっちゃ可愛いんだよ。もうこの時はもうメンバーがもうめちゃくちゃ忙しくて、うん、そうだったかも。そう、だからメンバーにも元気になってほしいし、うん、そんな思いが。いや、もうそういっぱいさ、メンバーにも元気になってほしいし、見てる人たちも視聴者もなんかフラゲの楽曲でなんか夏、うん、盛り、元気ってなってほしかったから、うん、だからまずメンバーが好きな感じにしたかったんだよね。これみんな大好きだよ。そう、みんな大好き、うん、これ。あ、これもめっちゃ思い出ある。これレコ大、初めてレコ大を撮った時に。これはすごい素敵だった。なんか大人になった感がさ。このエピソードを好きで言っていいですか？何何。え、これ最初ね、うん、フィッティングした時はこのキラキラがない状態の黒チェックだったのね、うんうん、で、まあ毎年そうだったんだけど、レコ大今日、今回撮らなかったら、今年撮らなかったらもう撮れないって毎年思って出てて、でも本当に最後かもしれない、今こうなってるからもう今年撮らなかったら無理だって思って、結構みんなナーバスな時期に、しかも年末忙しくて、でフィッティングしてクタクタの中フィッティングして、なんかレコ大の割にちょっとシックというかシンプルだなって最初思ったの。で、みんなちょっとそんな雰囲気があったんだよね。だけど実際当日見たらこのストーンが全部ついてて、これって手付けなんですよ。うん、衣装の開示的な感じで力戻して、どのさ、何時も毎回さ、直前までずっとつけてるよ、ね、これ一個一個だよ。それを何人だ、あの時ちょっと多かったね。21着チェック全部につけるってどんだけ大変かっていう。もうさ、この話だと泣きそうになるのよ。いや、これはね、ほんとね、私こそ撮ってほしかったのよ。本当に感動した。もうやっぱりなんかそのレコ大を撮るっていうのはなんかその秋葉系アイドルっていう風に言われてたじゃん、すごい。で、なんか名前も覚えてくれなくて、秋葉系の皆さんとか言われてたじゃん。で、やっぱレコ大を撮るとか紅白に出るってやっぱ世間が人気だって認めてくれたっていうのがさあって、で、あっちゃんはもうこれ最後だった。そうだ、そう、次のもう最後だったから。そうだ、だからもうここで撮れなかったらあっちゃんがいる AKB では撮れないってなったから、もう願いを一つ一つ込めて怨念のようにつけてたから。でも私この時のエンジンにもう本当に感動した。私も一生忘れないと思う。なんか高見菜が、うん、今日ね、こう大賞とか撮れるか分かりませんと、もう私たちが撮れるかもしれないし、うん、撮れないかもしれない、うん、でもこんな風にスタッフ、周りのスタッフが支えてくれて、うん、ラインストーンだってこんなに好きだから中村さん立ってみたら、おじさんたちのスタッフもみんな泣いてたよね。岩田さんとかめっちゃ泣いてたから、なんかすごい衣装さんとかも、うん、珍しく大葉ちゃんとかも泣いてて、そう、あの大葉ちゃんとかも泣かないじゃん。みんな泣いてて、みんな泣いてて、みんなが撮りたいって思ってたんだよね、うん、あの時に。これ心のプラカードだ。あの秋元さんがなんか身近にある衣装っぽくない素材で衣装作ってって言われて、すごい無理難題。そう、だからいろんなの出したんだよ。クリップとか、だってこれすごい鉛筆でできてるやつとか。プチプチなんだ。これプチプチだ。そう、っていう素材とか技法とかいろいろ使ってて、だってチェックだけでこんなに柄あるんだって改めて思うもん、ね、だってチェック全て使ったんですよね。そう、市販のものは結構あるから、もう最近は作ったりしてるから、オリジナルとか。そう、で、あとはトモミとかが結構なんか無茶乱大言うから、それで新しいものが生み出されたり。そうです、まあ、しっかりどういたしまして。私からね、トモはすごい衣装にね、何癖つけてるなって思う。何癖じゃないよ、ここもっとこだわりあくるって。そうそう、でもするのがもっと可愛くなる。自分もね、可愛く見えるし、ね、確かに。でも誰よりも衣装大事にしてるから、人気なんだよね、だから、うんうんうん、そうでしょ。何癖じゃないんですよ、もっと可愛くなるっていう感じ。そう、でまあ確かにね、あのお願いの仕方がうまい。あ、なんか、いや、それは思ってた。思わずシャンパン入れちゃうみたいな、キャバクラで言うと。でもあと、ありがとう言うから、ね。